にちは。さあ、今日はやっぱすごいバッターと対戦をいろいろしてきたじゃないですか、まあ、その中で長嶋さんが夢に出てきたと、平松のシュートを打つみたいなねそういうまあ伝説みたいなのが残ってるぐらい、やっぱそのシュートに悩んだというね。でも憧れの人だったじゃないですか。そう、その人に投げるっていうのはどんな感じだったんですか。だから本来は子供の頃の夢は巨人の YG のこの帽子をかぶって、ジャイアンツ、そしてサードの長嶋さん、小浅王さん、このシチュエーションで投げたかったんだけども、まあ、敵のチームに入ったもんだから対戦するわね。しなきゃ一生がないし、ね、で抑えなきゃ飯が食えない、ね、もちろん。その時に昭和42年の、川崎球場で初めての巨人戦に登板する時に、長嶋さんが次ネクストバッターサークルにいるんだけども、もう足が震えて、うわ次長嶋さんだと、もうそこだけ五光が差してるんだよ。もううわライトがね、ほー長嶋さんだっていうのがあるわけ。うわ次長嶋さんだ、勝負できる。いや、そんなことを平松さん考えてました。考えそんな可愛かったですか。そうなのよ。本当ですか。本当だよ。それでまあ長嶋さんバッターボックスに立ってこられたんだけど、もう何を投げたかわからないんだけど、もう足が宙に浮いた状況で、だからまあいい投球はできてなかったと思うんですよね。で、おそらくね43年だろうと思うんだけども、もうそういうファンのキスっていうのはものすごく残ってるわけですよ。もう長嶋さん対戦できて嬉しい嬉しいっていう。それが川崎球場でカーブを、まあ、ハンガーカーブってあるじゃん、インサイドの甘いボール、はい、それを投げたらカーパーンと打たれて、もうあれ場外に消えたんだけども、あれもうファールじゃねえかなと思ってるけどそれを打たれた時に、もう長嶋さんが悠々ともう回って一塁セカンドサードって帰ってきたわけ。その回ってる時にパッと見たら平松よと、そんなに甘い気持ちでボールを投げたらこんなに飛ばされて打たれるぞというのを自分が感じたわけですよ。いや、こんなアマチュア的な考えを持ったらとてもじゃないけどプロでは勝てないと、あの衝撃がすごい印象に残ってる。よし、考えを改めなきゃいけないって言って、それからなんか少しプロとしての、考えがね、こういう甘い考えじゃいけないっていうことで、まあ、やり直していくんだけども。でも当然プロに入った時、やっぱ誰と対戦したいですかって言ったら、やっぱ長嶋さんとは言いましたよね。もちろんもちろん、もちろん。で、長嶋さんに関しては王さんはもうすごく一番打たれたんだけども、長嶋さんは、1割9分ぐらい。そうですね。1割9分3分。ホームラン8本ぐらいでしょ。そうです、ホームラン8本ですね。まあ、長嶋さんは私と対戦しなければもうちょっと率もいいだったんだろうと思うんだけど、だから長嶋さんと勝負をしなきゃいけない。長嶋さんがユニフォームを脱いだ時に、いやもちろん金田さんがやっぱりナンバーワンですよ。もうそれで、あの頃阪神に村山さんと大投手がいて、でそういう人も頭入るだろうし、いや平松もユニフォームを脱いだ時、いやいいよピッチャーだったなと思われたい、これがやっぱ男のロマンなんだね。 ですね。そのためには絶対打たしちゃいけないわけですよ、もう打つバッター、ピッチャーいっぱい長嶋さんいるんだから、打てないピッチャーっていうのはそんなにいないんでね。そのためにね、もうとにかく全力以上の気持ちで長嶋さんには投げましたよ。攻め方としてはどうだったんですか。やっぱシュート多めですか。まあやっぱりここという時はシュートだったね。もう打つんだ、取ってみるみたいな。あの長嶋さんは、バット短く持ちましたもんね。いや最初長く持ってて、こうステップと同時にちょっと短く持つんですよね。それはまあ長嶋さんね、なんでその皆さんが聞いたらしいですよ。私も投げてる時、うわ長嶋さんおかしな格好して打ってんな、初めから短く持てばいいのになとは思ったんだけど、打つ瞬間に長く持っててパッと落としてワングリップぐらい、そしてまあ打たれるの私の時だけなんですよ。他のバッターはピッチャーはそんなにしなかったんです。なぜですかって言ったら、やっぱり長嶋さんもプライドがある。俺は巨人の4番だと。巨人の4番がバットを短く持って打てないと。平松のシュートはいっぱい持ったんでは絶対に詰まると。それを考えたんですよ、長嶋さんが。それで瞬間、
お客さんが分からないように打つ瞬間に、これがやっぱ長嶋さんがずっと平松攻略のために家に帰られて素振りをしている中で考えた策だと思うんですよ。プライドなんでしょうね、やっぱね。プライド版はということで、もうだからもう嬉しかったね。それでも打てなかったんですもんね、シュートは。まあね。でもだからあのシュートも長嶋さんに対するピッチングも平松マサジの 1.5 倍から2倍の力を出して長嶋さんとは対戦したんです。そうなんです。その時よりも。そう。やっぱ王さんとは違ったんですか。だから王さんはね、そんなにファンでもなかったんで。いや右と左の差もありますよね。もちろんもうそれあるよ、はい。だけど長嶋さんみたいにその子供の思いってないんですよ。うん。王さんに平松ってもの後のうちにすごいピッチャーだったなっていうのを思ってという気持ちがなかったもんですから、がむしゃらにっていうのはなかったし、長嶋さんにその全て今あるパワーをつい込んで、前後がまあ王さんになるか長嶋さんになるかで、やっぱり力がね多少抜けてたと思う。だけどやっぱり右と左であのシュートは王さんにはもう通用しなかったからね。だから相当打たれました。まあ、そういうライ、そうそうたるライバルと言われる人たち、先輩たちとしての威厳がありましたよね、昔って、うん。そういう人たちから学んだことってたくさんあるんでしょ、やっぱり。見て育つとか、教えて育つとか、いろいろあるじゃないですか。なるほど、なるほど。いや、これね、まあ、きっかけに自分が、プロ野球入って、そうでもなかったんだけども、成長したきっかけってやっぱいくつかあるんですよ。で、先ほど言った長嶋さんにね、場外ホームラン打たれて、こんな甘い考えで、いや、長嶋さん思ってないかもわからないよ。その一周してる時に私はそう思ったんだけど、もう一つはね、まあ、私は鳴り物入りで入りましたから、昭和42年の8月10日に入って、まあ、甲子園で優勝してますから、で平松がやっとプロ入ってきたと。で8月の16日に1週間後に、先発するんで、あの頃ね、予告登板ってなかったんですよ。ないですよね。予告登板に川崎で2万人の、お客さんが入ったぐらい、まあ、何者にで入ってきた。その昭和42年にはね、南海ホークスから太陽ホエールズに入ってこられた森中さんって先輩がおられたんですよ。この人が昭和ね、森中力さん、そうそう、はい、14年生まれ、はいはい、14年生まれよ。私と8つ違うんだけども、最終的には18勝された人なんだけども、その43年に初めてキャンプを迎えたわけね。で、まあ、ボールは速かったかどうか知らんですよ。投げたらボールがあっちゃくっちゃいってるわけよ。それをその森中さんが見て、平松も何者にで入ったけど、こんなピッチャーピッチングじゃまあ勝てねえし、まあ2、3年経ったらクビだろうなと思ったと思う。あまりにもひどかったし、その何者の入りで入ってきたから、なんか可愛らしさがあったのかな、うん、お前こんなピッチングしてたんじゃお前絶対勝てねえよ、俺のピッチング見ろって、私が投げてるところを知るとかして投げ始めたのよ、はい。もうね、あの時ね、いやすごいなと思ったのは、もう投げ方が常に一定で、で話すところが一定で、それをずーっと私見てて、これだーっていうのがあったんですよ、はい、うん。これだっていうのが、でも1年ぐらいかかりましたけどね。それはどれだ、どれだ。もうだから話すところがもう一定なんですよ、ね、一定なのよ。だからほんの軽くてピャンいや、我々がぐーっと力入ってカーッと投げてたんだけども、はあ、このポイントを覚えなきゃいけないんだなというのがもうものすごく感じて、先ほど言いましたけど、実球投げた9球いくっていうのはもう森永さんが大体もうこうパパパパパパパ、はい、終わり。それができ始めたんです。でもそれにはやっぱりランニングもしただろうし、もちろんかなり走り込んだでしょ。走りました、走った走った。そら、まあ、熱が出てましたね、練習しすぎで。そんなだったんですか。そのぐらいやりましたからね。でも平本さん、こうプロで対戦してきて、まあ、長嶋さんと対戦するのが一番楽しみだったと思うんですけども、うんうん、他に何か楽しみだったバッターって言います。いや、いいバッターいたもん、江藤さんもいたし、中日ね、広島で山本和義さんもいたしね、これ左だけどね、はい、いやー、そら各チーム各チームね、
素晴らしいバッターだ、うん、じゃあバッターというよりこいつと投げ合うのが楽しいなっていうのはあったでしょ、やっぱエナツさんとか。もうそれはもう全然気持ちが違うもんね、エナツ、堀内ね、はい、うん、まあもちろん星野選手さん、外小葉さん、アニアさん、うん、まあこれはエース級なんだけども、バッターと勝負するんじゃなくてピッチャーと勝負するんです。相手のピッチャーと、だから堀内が出てきた、はい、もう堀内もすごかったからね、1点取るか取れないか、うん、江夏もそう、その時には絶対に江夏よりも先に点はやらないように、だから江夏との勝負なんです、バッターじゃなくて。でも3点先に取られたらもう負けたと思ったでしょ。もう3点取られたらもうそれはもう全然話にならないと思ったでしょ。でもエースの美学って何ですか。まあだからやっぱり相手より先に点をやらないというか、相手の4番だけは絶対打たさないとか、まあ、バッターに関してはそんなことないね、うん、まあだからいかにして点をやらないか、うんうん、相手のエースにその1点でもやらないように勝っていくというね、まあそれじゃないかな、やっぱりまあ勝ちが優先するから、うんうん、でもね僕この YouTube でも平松さんかっこよかったと、はい、やっぱエースだったと、うん、あの人がね、この、話って平松さんもう晩年だったんですけど調子悪かったんですよ阪神戦でもう調子悪い時ばっかしたよ、ね、いやいやもう悪くて、関根監督が出てきて、はい、まさか変わろうかっていうふうに手を出したら、すみません監督と次のバッターだけ勝負させてくれって、掛布さんだったんですよ。でホームランを打たれてスーッともう何も言わず降りていくんですけど、あの姿はねかっこよかったなと思うんですよ、まあ、だから負けたっていうことだろうな、だからそこの潔さね、うんうんうん、それとやっぱ相手の4番と勝負して降りるか降りないか決めさせてくれっていう、覚えてます？なんか覚えてるような気がするけど、覚えてないですか？じゃあ俺かっこいいなと思ってんのいやいやいや、まあでもあったろうなという気がするよ、はあ、もう一つ青田さんの時にね、後、はあ、楽園で王さんが出てきて、それに二塁三塁なのかな、で青田さんがマウンドへ行ったらしいのよ、俺覚えてないんだけど、それで平松、王だから歩かそうって言ったら、いやいや勝負させてくださいと、うん、というもんだから、はい、勝負させてくれって言うんだから自信あると思ってて OK って言って、うん、まあ青さんがベンチへ帰った途端にうわーって言って王さんにスリーラン打たれたらしいんだけどで監督が言うんだけど、自分の思いを優先するべきだなと言うんだけど、やっぱりピッチャーとすれば歩かすっていうのが一番弱いところなのよ、まあ、逃げるっていうのはね、負け、うん、だから絶対にそこはね、あの気持ちでうわどうかなダメかなと思いながらも、やっぱ口だとか態度では絶対に逃げないっていうね、そういう思いがまあ一つのエースじゃないかな、うんうん、まあ、負けた時はやっぱこう何でしたっけ、 CD レコードでしたっけ、まあ、レコード出してますもんね、なんとか横浜とか言ってさよなら横浜だってそれは違うよね。石原裕次郎さんの歌だ。何でしたっけ、平松さんの歌したの。愛して横浜。愛して横浜。それを歌いながらからこう車で帰ってたんでしょ。いやいやいや。まあでもね。まあまあ、もう時間があるから。